ちの酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。広尾町で酪農家をしていますマドリンこと住倉まどかです。トカチウーマンフロンティア、この番組は農業酪農王国トカチからキラキラしている方の活動や取り組み魅力をお伝えしていきます。今日のゲストは清水町の酪農家株式会社ファーム山口より山口あゆみさんに来ていただきます。あゆみさんはですね、清水町出身で清水高校を進んだ後に札幌の短大の方で英語を学んだんですけれども、その後旅行会社や英語講師などを経て26歳の時にご実家に就農されました。このあゆみさんはですね、熱い思いを持っている方で、今日のお話聞いてても何度も子牛と向き合ってるっていうことを言ってくださったんですけれども、本当に日々牛たちと向き合って牛のちょっとしたサインを見逃さず、牛の出してくれたサインに応えていこうっていう、そのすっごい熱い思いをいろいろ話してくださったので、今日のお話ぜひ楽しみにしてください。トカチウーマンフロンティア、この番組は JA 広尾、北海道酪農のサポーター、日展配合飼料、公園のゼノアック日本全薬工業、 JA ネットワーク、トカチ、トカチごちそう共和国、以上の提供でお送りします。日展配合飼料は酪農家の笑顔と乳牛の健康のために、これからも北海道の酪農をサポートしていきます。人も動物も満たされて生きる喜びを、日展配合飼料。動物未来、見つめる、広がる。ゼノアック日本全薬工業は、動物が持っている未来の可能性を見つめ見出し、動物と人間との関係が今よりもっと輝かしく素晴らしいものに広がっていけるようチャレンジし続けます。トカチウーマンフロンティア、トカチの酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。今日のゲストは清水町の酪農家株式会社ファーム山口より山口あゆみさんに来ていただきました。日々牛たちと向き合うあゆみさんの思いやこだわりについて、今日はいろいろお話聞きたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そもそも酪農、まあ、家で生まれ育ったわけじゃないですか、はいはい、で小さい時からこうやって牛が大好きみたいな感じだったんですか？あ、全くです。そうなんですね。即決です。ごめんなさい、全くです。あの全く牛一番、うん、このまあ、将来の夢みたいなのありますよね、小学生とか、うんうん、はいはい、一番なりたくない職業を酪農家でしたね。あ、お父さんお母さん父母見てて もう休みもない、うんうん、私ね、祖父母に育ててもらってるんですけど、うんうん、ご飯も一緒に食べられない、うん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 、その見てると、うん、もう大変ってイメージしかなくて、もう絶対やりたくない仕事でしたね、うん、私もそう。そうですよね、やっぱりあるあるですよねこれね。わ、うん、かります。牛舎に遊びに行くみたいなのもあんまりなかったですか？手伝いはしてはいましたけど、うん、言われたことを、うん、めんどくさいって思いながら、うん、やってた感じですね、まあ、これちょっとやってくれとか。そうですね、やれって言われたことは、うんうん、やってましたね、忙しい時とかは、うんうんうん、まあ、だけどそこに対してもういやいややってるような、あの牛嫌い、うん。あまり好きじゃなかったっていう、うん、そうですね。じゃあその時の大きくなったら何になりたいっていう夢は何だったんですか？はい、私ずっとスキーやってたんですよね、うんうんうん、でなんかスキーのインストラクターで、うん、まあ、世界回りたい、やっぱそういう時から世界にそう向いてたのかもしれないですよね、うんうんうん、かもしれないです。でもそれでじゃあ高校、まあ、留学したじゃないですか、はい、で帰ってきてじゃあどの道に進もうってなった時に、はい、まあ、短大に進んだんですけど、はい、そうなったのはやっぱそのオーストラリアでの経験もあったからってことですか？そうですね、まあ、帰ってきて1年丸々休学して行ってたんで、うんうん、4年間高校通ったことなんですけど、うん、海外も1年ちょっと行ってたし、うんうん、ってなると、うん、やっぱりあの進む道ってなると、うん、こう英語っておのずとなりますよね、うんうんうん、で、まあ、1年も留学してたんで、うん、まあ、推薦もどこでも通れたし、うん、ああ、やっぱそうなんですね。そうですね、うんうん、やっぱ面接ですぐ通っちゃって、うんうん、で英語で何か仕事してこうって思う中で、うん、まあ、短大に入ったんですけど、うん、あれと
短大のこの英語だけで私英語でご飯食べていけないわってすぐ気づいて、うんうん、そこでもまたあの国連英検っていう英検があるんですけど、うんうん、そこの学校も通いながら同時にそうです短大行きながら国連英検の、うんまあ、2年間ギュッて感じですねそこで、もう英語にどっぷり使ってるみたいな感じですかそうですね要はそこの段階ではもう英語に携わった仕事をしていきたいって思ってて、うんうんうん、短大のに入って2年間だから、まあ、就職先も旅行会社に決まって、うん、それ何も英語を使いたいからみたいな感じですかそうですそれで海外旅行とかの、まあ、ガイドとかってことですかとツアーコンダクターですね、うん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 、でその時も短大の採用なかったんですけど、うん、直接行って、うん、会社に会社に、うん、私喋ります英語ってさすがの行動力ですね大学とか行ったらね、うん、求人票とかいっぱいあって、うん、その対象が大学卒、うんうん、大卒じゃないと英文化みたいなの書いてあったけど、うんま、私喋れると、うん、だから変な自信だからすいません私喋りますって言ったら受かっちゃってなんかさすがもうすごい二次面接まであったらしいですけど、はい、私なんか直接行って、うん、なんかすぐ採用されてその場であのすぐ連絡来て、うんうん、で作業されて、うん、やったっつって言ったんですけど、うん、まあ本当にねお仕事してから現実知りますよねこんなに大変かとあそれ私はツアーコンダクターで海外に行きたかったんですよ、うんうんうん、でも私のお仕事は本州から来る、うん、北海道に来るお客様を北海道に案内するっていう感じだったんですよね、うんうん、それが何年かしないと海外に行けなくて、うんうんうん、私このままこれを続けていくのはなと思って、うんその英語をね活かしたいと思ってたのになかなか活かせきれてなかったわけですねそうですねそして私のその何ですか人生経験が豊富じゃない中で、うん、このツアーコンダクターってお仕事がもうキャパオーバーすぎて、うん、あ確かに難しいですね20歳とかですもんねそうですいろんなところに行くんですけど、うん、もう事前に下調べして、うんうん、あたかもこう案内しなきゃいけないんですけど、うん、私ね行ったことあるかのようにね北海道に住んでるんですけど、うん、まあね酪農家育ちですね函館って言われてもこれ両角ぐらいしかなんかないですしってなって、まあ、英会話の方に転職しまして、うんうん、英会話の方では講師兼内勤といってあのテレアポをしたりとか業務いろいろしてて、うんうん、その、 あの対象生徒さんは子供たち大学生以上のビジネス関係 の、 あの英会話だったんですよね、はい、なんでちょっと変わった形の英会話で、うん、企業様向けの英会話っていうのもあって、うん、そういうのは営業はしてましたね一つの企業に何人か英語をこう習いたいって方たち集めて、うん、ああその一つの会社で会社で、はい、どこまで の、 あの上達コースっていうのをつけて、うんうんうん、そのビジネス英会話を教えるっていうそれでも全然若くしてですよねそれやってたのもそうです営業もはい経験してましたねだってそれでそのお客さんたちは自分より年の人たち生徒さんっていうの もちろんです、まあ、でもその私が営業したからといって教えるのは私ではなくて限って ないんですけどそうかそれもやってた教えながらその会社のそういう営業もやってたっていうことだから、はい、そうですそうです私は本当に持ってたクラスっていうのはそこまでの高いレベルではなかったんですけど、うん、やっぱり高いレベルになると外国人講師の方が教えたりとかしてて、うん、ですねそこでなんかいろいろあ営業って大変なんだっていうねまあいろんな経験させてもらってはい、あでその経験があって、はい、なぜ実家に帰るってことになったんですかあーねその一度ちょっと帰った時に父の方にも、うん、私まあ興味なかったんで牛、うん、ロイヤルウィンターフェアっていうカナダで、うん、その世界のショーが、うん、まあ、うん、ご存知ですよね多分 ね、 そうですね私はカナダにいた時そうですよね多分そうですよね、はい、多分本当に世界的に有名なショーがあるんですよね、うんはい、でそこに行ってみないか英語わかるしどうだったんですかね、まあ、言ってくれたんでじゃあ行ってみるかなって、まあ、正直興味ないんです、うん、そうだったんですけど何かのツアーみたいな感じで行かせてもらって行った時に、うんうんうん、ちょっとね変わりましたね、うん、衝撃を受けたというかその海外の牛を見てってことですか、はあ、その後いろんな農家さんに行かせていただいたんです、うん、その規模が大きいそうですと、まあ、つなぎの牧場さんもあったし、もうなんかその時もしかしたらいたかああそうかもしれないですよね自分が行った牧場もあったかもしれないですね多分日本人のツアーってあるんですよ ねそのショーを見た後にその海外の牧場を視察するっていう1週間ぐらいのツアーがあったりとかして その時にちょっと衝撃受けたというか、うんうん、その牧場に対してのこう可能性っていうのがすごい感じて、うん、牛ってすごいって、うんうんうん、なんかすごい思っちゃって
て、うん、で私この性格なんで、うん、帰ったらすぐやりますと。いやーそのお父さんのそのなんか促し方が良かったかもしれないですよね。多分そこまで思ってないと思いますよ。あ、何も考えずですか。多分考えてないと思う。まあ海外でこんなんあるよかったら行くかみたいな感じ。そんな感じだと思います。いやもう帰ってくる時とかもワクワクで、いやもう帰ったら私も牛やるやるみたいな、うち牧場でよかったみたいなそんな感じ。すごいすごい、やるやるみたいな。ねえ、そこからのきっかけなんで本当に行っちゃってる感じですね。なんかまず全然そのベースがないんでしょ私いやでもそう直感って大事。マドリンとかだと、うん、そのベースがあるじゃないですか。いやいやいや、実習行ったりとか。いやでも全然そのさほど私もね能力はなかったんで、センスはないし。そこの例えば後継者さんとかだと農工行って酪農、うん、関係の大学行って、うん、その後ね実習行くなり、うん、そういう経験いろいろして、うん、そして戻ってくるって感じだと思うんですけど、うん、私なんせもう英語で一生やっていこうと思ってた身だったんで、うんうん、それがもうでも180度違いますよねあ、そうですね。もう本当に知識もマイナス、うん、ただの思いなだけ私基本そっからなんですよ。いやでも思いって大事ですよね、うん、そうそう、知識とかはないんですけど、うん、じゃ英語できるかできないけど留学したいとか牧場すごいやりたいけど知識はないってでもやりたいみたいな、うんうんうん、そこからですね。すごい、トカチウーマンフロンティア最初やっぱ苦労したんですけど、うん、今となってあ、よかったなって思うことは、うん、本当にきちんとしたベースにはまってしまうと、うん、そこから抜けれないと思うんですけど、うん、私なかったんですよ形が、うんうん、こうであるべきっていうものが、うんうん、あまりにもなかったんで、うん、なんで保育の方とかにも生かせたというか、うん、型にはまらずにできたのかなって、うんうん、まあ、確かにそれはあると言ったらあれですけど、うん、やっぱりなんかこう少なからずこうありますよね。学校で学ぶと、うん、これが正しいというか、そういったことがあるとちょっとこう外れたこととか、だからミルクは飲ませすぎると下痢をするみたいな、なんかそういう知識を学ぶっていうか、そういうことを言われることの方が多いから、はいはいはい、そんなに飲まして大丈夫みたいな、とかバカじゃないのって私よく言われるんですけどネジ 2,3 本ぶっ飛んでじゃないかって言われるんですけど言われるんですけど、でもそれもやっぱり型にはまらってないというか、うんうん、固定観念とかってあると思うんですけど、うん、そこが持ってる以上やっぱり何も変えれないとこってあるんですよ、うん、こうじゃなきゃダメって思ってる以上、うんうんうん、そこから抜け出せないと、ね、うん、新たなことってできないですよね。例えばね、それでこんなのあるよとかいいよって言われても、うんうん、もう入ってこないですよね。そう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 、こういうのこうじゃなきゃダメだからっていうね、うん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 、でも多分私の中で最初にこういろんなところで勉強させてもらったところは本当にベースとなってよかったんですよね。でそこからのってところでやっぱり私このなかったからよかったのかなっていうのもありますね、うんうんうん、いやでもそれよりはなんかこう実践するとか、うん、やっぱそういうことをすぐ実践できるっていうのってある意味能力だと思うんですよ。あ、やっぱそれをいくらいい話聞いても、はいはいはい、そこからその一歩ってやっぱりすごい重たい一歩って思う人がいるのかもしれないし、はいはいはい、そう思ったら、あ、それ面白そう、あ、それいいね、ちょっとやってみるわっていうふうにこうすぐできるのって性格的なものもあるかもしれないですけど、それもあるかもしれないですね。でもそこも能力だと思いますよ。そうかも、うん、本とかたくさん読んでも、うん、こう読んだだけで自分の知識になってるって思う人いるんですけど、うんうん、そうじゃなくてそれを実践するかしないかなんですよ。そうですね。でいい情報を聞いても、うん、情報は情報のままで終わってしまって、うんうん、それをやるかやらないかなんですよ、うんうん、そうです。例えば、うん、ありがとうってねちゃんと言った方が人間関係うまくいくよっておっしゃって、うんうん、あそうなんだじゃなくって、うん、そうだとしたらじゃあありがとうってちゃんと相手に伝えるとか、ま、そうですね、そういうとこやっぱりそうですね、更新に関してもあそうなんだと思ったら、うん、じゃあっていう風にやってみる、うん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 、でその答えを受け取るっていうところ、こう今の生き方というか、はい、実践の仕方も仕事の仕方もそうだけど、はい、それの根本ってそういうところなのかなっていうの、しかもそうやってこう何にも知識がないというか、はい、牛のこと知らないのに継ぐってなって、はいはい、不安だとか、はい、プレッシャーだとか、はい、そういったことも特に感じることってなかったですか？ないんですよね。例えばって言ったらあれですけど、はい、こう田舎あるあるで、はいはい、まあ、その娘が家を継ぐとかになると、ね、いろんなこと言うじゃないですか、うん、周りの方々って。そういうことも、もうほとんど気にしなかったですか？いや、 やっぱ一時期は思ってはいたんですけど、うん、でも自分の人生じゃないですか、うん、ね、周りがなんて言おうが、うん、親がどう思うが、うん、それは自分の人生なんで、うんうん、牧場のために、うん、
じゃあ結婚しなきゃいけないってなった時、それが本当に選んだパートナーだったらいいんですけど、うん、そこはいやもうね、それで苦しんでる若者いっぱいいるですよ。そうなんですか。そうそう、なんか誰のための人生ですかって、やっぱそこですよね、うん、最近ねよく話す大学生の女の子とかいるんですけど、はいはい、将来就農したいと思って、はいはい、こう北海道に憧れて、はい、大学に入りました、はいはい、みたいな子たちも、はい、その農家やるって言ったら、はい、農家の嫁に行くのが早いぞとか、なんかその自分で一人で収納なんて女がやるなんて無理だとか、夢憧れてきたのに、なかなかその女だからってことで、結構その現実にぶつかるみたいな、なんかわかんないけどその牧場したいから結婚しなきゃいけないみたいな風に言ってる話を聞くと、ちょっと待ってちょっと待ってってなるんですよ。本当に自分が牧場やりたいって思ったら、そもそも自分がもっと経験を積んだりとか、いろんなものを見たりとか、その実践して経験して、いつでもそのチャンスが来た時にできるようになったらいいよみたいな話を私もさせてもらうんですけど、なんかあんまりこうピンとこないというか、それよりは早く相手を見つけないとみたいな感じに思ってる子も多くって、どうしようこの流れ良くないってすごい思ってるというか、別にそのいいパートナーができて結婚して一緒に夢を追いかけるってこともすごく素晴らしいことだけど、でもなんかそのやりたいことをやるための結婚ではないんじゃないのかなって思って、そういう話をこうよくする学生さんたちとしたりするんですけど、自分自身もですけど、そういう女で牧場やっていくみたいなことで、まあ、いろんなこと言われたこともあるし、でも自分自身も20代の頃って本当になんかブレブレというか、一人に何か言われるとまたシュンってなってとか、ちょっと元気になったと思ったらまたいろんな人にまた言われてシュンってなって ありますよね。ダメ私みたいな風に思う時期もあったし、もういつ逃げてやろうかと思ったこともあったりだとか、ありますよね。そういう意味でその、ねはいはい、牧場を継ぐとかね、やっていくっていうことで、覚悟というか、まあ、私は多分20か30ぐらいの時に、ああもう疲労でやっていこうって自分で決めた時があったんですけど、そういったことってなんかそういう気持ちの流れ、そういう変化というか、そういうのもあったりしました。やっぱり何事も覚悟ですね、覚悟が中途半端だから揺らぐんですよ。覚悟するってやるってやるんですよやるったらやる。それはもう帰った時にやるったらやるってなりました。いや最初はやっぱりあの知識がなさすぎて、こう手手いっぱいで、でもその中で手手いっぱいすぎてなかった、どうしようとか、その辞めるとか辞めないとか、その本当に子牛と向き合ってどうしたら健康な牛を、必死だったってことですね、毎日。そう、必死すぎて、もうそんなこと考える暇もなかった。目の前のね、命を私が殺してしまっているって思って、そこに対してどう健康な子牛を作っていくのかってとか、まあ親牛に対しても分かんないこといっぱいあって、でそこに頑張りすぎてたのかな、やりすぎてると、もうあんまり聞こえないですよね。そうそう、何かに頑張ってその夢中に集中してると、周りの声ってあんまり意外に聞こえない時って結構ありますというか、気にしてないみたいな感じですか、もし言われたとしても。気にしてない。もうそれはじゃあもう覚悟みたいなものって、もう本当にもう継ぐっていうか収納するぞって決めてから、もうほぼほぼすぐっていうか思ってたり、してた。多分私元からなのかもしれないですけど、相手から言われて、その相手が言ってることを行動して、じゃあ誰の責任ですかって。まあ自分の責任ですよね。じゃあ自分が思ってること貫いた方がいいですよね。その結果が自分の責任で、相手が勧められたことに対して、じゃあそっかって流れ、でも人のせいにはしたくないですもんね、そういう風に。だしそれで流れるぐらいだったら、私は厳しいけど言います、本当にそれやりたいことって。そう言われたから、じゃあそうしなきゃいけないっていう選択っていうのは、私の中で本当にやりたいことって、厳しいけど言っちゃいますね。だから、まあ、今の大学生のお話じゃないけど、まあ、いろんな情報があると思うんです、こういう風にするのが一番だと思うんだよねとかってあると思うんですけど、やっぱり今は本当におっしゃる通りに、しっかりもう自分の基盤を築く、そこしかない。そこから次ですよね。今そんななんか結婚とかどうこうとかそんなことじゃない、本当に、自分がどうしたいか、そうそう、自分がどうしたいか、どういう風になりたいかっていうのをいかにイメージできるか、そこですね。そこをしっかり持ってて覚悟を決めたら、あと進むだけだから、ちゃんとイメージできてなくて、こんなふわっとしてると、いろんな横からの情報とかが揺らぐ、揺らいじゃうんですけど、ちゃんとイメージしていて、ここに行きたい、こうなりたいっていう目標がはっきりしてると、あとはそこに進むだけ、だから逆に楽、
あなるほど、うん、その収納した時って、まあ、必死だったじゃないですか、うん、今の自分って想像できました、うん、こんな風にってなりたいというか、うん、他の方とかにアドバイスとかっていう風にはなってるとは思ってなかったですけど、うん、絶対に健康な牛を作るっていうところはやっぱり自分の中でありました、うん、そこはもう最初から揺らいでないです、うん、強い強いですね、やっぱり。絶対かっこいい。揺らいでないから、だから今があるし、ここでどっかでその目標っていうか健康な牛を作りたいって、ね、うん、思いがどっかでこうぼんやりしてたら多分そこまで突き進めないんですよ、うん、まあ、これぐらいでいいのかなとか、うんうんうん、まあ、ちょっと妥協しちゃうとかあるかもしれないですよね、うん、これっていうのがなかったら、そうふわっとしてたら、そうです、そうです、うん、私だから私がよく言うのは思いが未来を作るっていうんですよ、うん、だから思いが強ければ強いほど絶対未来に絶対つながるから、うんうん、そうきちんとした目標設定っていうのは大事だと思います、揺らがないで、うん、やるんだったら覚悟を決める、うんうん、っていうのはすごい大事だと思います。なんか私もここまで来たのはやっぱりこの命の大切さっていうのももう本当痛感してるし、うんうん、もう絶対にこの亡くなってしまった命を絶対無駄にしたくないっていう思いがずっと重なって重なってきてここに至ってるんで、絶対健康な牛を作って、あなたの命は絶対無駄にしないからねって次に進んできて、で15年か6年かやってきて今ここに来てるんで、重いですよね。それがやっぱり一番かなとは思います。いやでもなかなかね、そうやってみんなが強くこう覚悟を決めてやるぞっていう風に、はい、思えないと思うから、そういうふうにこう始めた時に、はい、心を決めて取り組んできた結果が、はい、こうやって今の形になってるわけじゃないですか、はいはい、だからそういう意味ではもうね、あゆみさんのこう歩んできた道が、はい、その説得力になってるっていうところはありますよね。トカチウーマンフロンティア。トカチの酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。エンディングです。この番組のブログもありますので、 FM ジャガのホームページからチェックしてくださいね。再放送は毎週火曜日の夜7時から7時半です。放送後は YouTube、 そしてポッドキャストでも聞くことができます。トカチウーマンフロンティアで検索してくださいね。この後はこの番組を支えてくださっているスポンサーさんからの大事なお知らせタイムです。最後まで聞いてくださいね。トカチウーマンフロンティア、ここまではマドリンことスミクラマドカがお送りしました。どうもありがとうございました。JA 中札内村からのお知らせです。8月23日から中札内村の今年の枝豆の収穫が始まりました。中札内村の枝豆の品種は大袖の舞大豆、岩井黒大豆、玉ふくら大豆の3種類。収穫はフランス製の大きなハーベスターを使って24時間体制で作業を行っています。8月中旬から9月中旬までの枝豆の一番おいしい時期に1年間流通する枝豆を一気に収穫します。収穫した枝豆は3時間以内に洗浄、加熱、味付け、そして瞬間凍結、そのため細胞破壊がほとんどなく、解凍するだけでいつでも自然の風味を保ち美味しさを密閉できるんです。いつでも採れたての美味しさ、中札内村さんの枝豆商品を紹介します。中札内村さんそのまま枝豆、瞬間冷凍技術で採れたて旬の味を閉じ込めました。料理やおつまみにそのまま使える美味しい枝豆です。中札内村特産大袖の舞大豆を使用しています。枝豆に最適の品種で、癖がなく自然な味わいで大豆本来の味が楽しめます。第45回日本農業賞大賞受賞の商品です。中札内村産そのまま黒枝豆、黒大豆の岩井黒を使用しています。黒枝豆とはいえ豆が黒いわけではありません。一般的な枝豆に比べ歯ごたえがあり、風味もしっかりしています。日本農業新聞2011一村一品大賞大賞受賞の商品です。
他にも中札内村産枝豆を使った枝豆餃子、黒枝豆コロッケ、枝豆アイスクリーム、枝豆カレーなどの加工食品も販売しております。中札内村産枝豆の商品は館内のスーパーなどで販売しておりますので、ぜひご賞味くださいませ。 JA 中札内村からのお知らせでした。日展配合資料から大切な子牛に 6g のおまじない、哺乳子牛用サプリメント子牛の味方のご案内です。子牛の味方は、初乳に含まれる免疫グロブリンの吸収率を高めるオリゴ糖を原料とする子牛用サプリメント。免疫グロブリンは出生後の子牛が初乳を飲むことで吸収しますが、出生後24時間を過ぎると免疫グロブリンの吸収ができなくなってしまいます。子牛に初乳に含まれる免疫グロブリンをできるだけ早く多く吸収させることは、子牛の健康な成長のためにとても重要です。日展配合飼料の子牛の味方は、初乳中の免疫グロブリンの吸収をサポートするサプリメント。使い方は簡単です。初乳に子牛の味方を一方混ぜて飲ませるだけ。分娩後1回目と2回目の哺乳の時にご使用ください。免疫グロブリンの吸収を高め、感染症などからあなたの子牛を守ります。子牛の健やかな成長のために 6g のおまじない子牛の味方は、日展配合飼料から発売中です。日展配合飼料からのお知らせでした。 JA 広尾からのお知らせです。広尾町では新規就農希望者を募集しています。現在広尾町の酪農家の半数以上が新規就農者によって経営されており、道内有数の新規就農受け入れ地域となっています。将来酪農家になりたい、動物が好き、酪農に興味があるなど、まずは農業のきっかけを広尾町から始めてみませんか。大切なのは酪農をしたい、酪農経営をするという夢を諦めないことです。サンタの町広尾町があなたの夢を応援します。詳しくは JA 広尾内の広尾町担い手センター、電話番号015585-2121までお問い合わせください。広尾町は新規就農を目指す皆さんをお待ちしています。 JA 広尾からのお知らせでした。私自身もですね、広尾町で酪農していて、その仕事自体はその、まあ、冬はね寒かったりとか、あと大雨が大変とか大雪が大変とか、すごい大変なこともいっぱいあるんですけれども、それでも頑張ろうっていうふうにさせてくれる牛たちと、あと一緒にこう頑張れる仲間がいるっていうのがすごく大きくって、そういう仲間がいるからこそ続けていきたいし、ここに住んでいきたいなっていうふうに感じれたところでもあるので、その人の温かさが自慢の広尾町でね、ぜひたくさんの人に酪農を始めてほしいなっていうふうに思っています。動物、未来、見つめる、広がる。ゼノアック日本全薬工業は、動物が持っている未来の可能性を見つめ、見出し、動物と人間との関係が今よりもっと輝かしく素晴らしいものに広がっていけるようチャレンジし続けます。日展配合飼料は、酪農家の笑顔と乳牛の健康のために、これからも北海道の酪農をサポートしていきます。人も動物も満たされて生きる喜びを。日展配合飼料、トカチウーマンフロンティア。この番組は JA 広尾、北海道酪農のサポーター、日展配合飼料、公園のゼノアック日本全薬工業、 JA ネットワークトカチ、トカチごちそう共和国、以上の提供でお送りしました。